3日目。はい、おさきんです。今日も餃子の王将さんにお邪魔しております。味噌ラーメン、器がでかい。具沢山の味噌ラーメン、味の方はいかに。うまい、もりもり野菜の中から中太麺、うまい。熱々でーす。餃子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 。恒例の餃子からの飯、うまい。はい、今日も餃子の王将さんにお邪魔しました。今日は味噌ラーメンを頼みました。まず第一印象、でかい。器がね、でかくてね、もりもりですね。野菜が本当たくさんで、ひき肉がですね、最後の方にねスープと一緒に飲むっていうような感じでですね、美味しいです。なのはあんまりないんですけど、あの普通のラーメン、普通に美味しい味噌ラーメンっていう印象ですね。ラインナップ上からですね、味噌ラーメン外せないので根強い人気はあると思うんですけど、爆発的なね人気はないんではないかなと思うんですけど、チェーン店側とすればそれは、ね、しっかりメニューとして加えなければいけないっていう意地みたいなものが感じられましたね。本当に普通に美味しい味噌ラーメンでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。